こんにちは、斉藤直樹です。今回は誰もが知っているあの有名 YouTuber ご本人を美少女化したイラストを描いて、それをご本人にプレゼントしたらどうなっちゃうのか、ということでイラストを描いていきたいと思います。まあ、ほとんどの YouTube を見たことがある人だったら誰しもが知っているあの人なので、まあ、多分ですけど書き始め数分ぐらいからもう誰か分かっちゃうと思うんですよね。まあ、でもね、今回の本番はその人にイラストを渡せるのかどうかっていうところなので、まあ、皆さん多分ね、書いている人が誰か分かった後も、え、これ本当に本人に渡せるの？では、普通に疑問に思うと思います。まあ、そのぐらいね、ビッグネームな方なので、今回はマジで、いやでもさすがにサムネで分かっちゃう人多いかな、どうだろう。まあ、とりあえず早速書いていきましょう。はい、まずね、当たりを取っていきます。結構ですね、当たりを取る際に今回は調子いい、調子悪いって分かれるんですけど、今回はかなりいい感じの滑り出しな気がしています。当たりの段階で可愛く描けるって確信をビシビシ感じながら描いております。ちょっとね、この段階で誰を描いているのか、イラストだけで分かったらさすがにすごいんじゃないかと思うんですが、まあでもね、サムネもあって感づいている人は多いのではないでしょうか。まあ、一応ね、色を塗ったら誰か完全に確信できるとは思うので、誰を描いているのか予想しつつ続きを見ていただければと思います。今回美少女化している人の僕のイメージは、とにかくパワフルでどんな苦境にも負けない鋼のメンタルを持っている人って感じです。もうね、僕が知っている人の中でこの人ほどポジティブの化身っていう人はいないぐらい、まあ、そのぐらい前向きな人なので、そういったキャラクター性を前にバーンとパンチしながら飛び出していくようなポージングで表現していきます。いい感じ、いい感じ。だいたいポージングが決まったら全体をグレーで塗っていきますね。僕の動画を見慣れている人はこの過程はおなじみですよね。全体の配置やキャラの造形がちゃんと描けているのか、一旦グレーで塗ると分かりやすくなりますので、下書きの段階で一旦ベタ塗りをしちゃうってわけです。やば、これ、え、もう可愛いでしょ。最高に可愛いキャラが生まれちゃう予感なんだけど。やば、これ胸に入ったロゴマークと髪の毛の白と黒の色の変化でもう多分分かった人多いんじゃないかと思います。目の中がね、ピカーンって光っているのもポイントですね。はい、いやー、でもね、皆さん今想像しているあの人にこの絵僕が渡すところって想像できます？僕はあんまりこの時点で想像できていません、正直。そのぐらい不自然な組み合わせじゃない？そんなことあったらやばいでしょ、実際。さあ、ここから色を塗っていきます。色を塗ったらさらに元気でポジティブなイメージがブワッと湧いてくると思うので注目ですよ。特徴的な金髪と黒髪のツートンカラーと本人の名前をデザイン化したような髪飾りを追加していきます。全体的な明暗さ、コントラストを強めに意識しつつ、パッキリくっきりしたビジュアルを目指しながらカラーリングしていきますね。いや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 、これちょっとうまくいきすぎてない？今回なんか上げるのもったいなくなっちゃうぐらいいい感じに描けてますね。これ上げるのやめようかなって一瞬思っちゃったぐらいでした。さあ、最後の仕上げです。背景の色を乗せていきます。僕のイメージ的にこの方の印象は光タイプか雷タイプみたいな感じです。まっすぐね、最速でバリ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 ってね、エネルギッシュに飛んでいくような、そんな力強さを背景で表していきたいですね。中央から放射状に広がっていく勢いを表現するために集中線エフェクトと花びらが舞い散るようなデザインを追加していったら、はい、大体の絵の完成図が出来上がりました。さあ、完成図はね、もうご本人に直接お披露目したいと思います。ではちょっと残りの仕上げをやりつつですね、勇気を出してご本人に連絡取ってみますね。いやー、これさすがにどうなるかわかんないですね、こればかりは。はい、まあ期待せずにお待ちください。はい、じゃあね、あのイラスト描き上がりました。あの有名 YouTuber を美少女化して本人にプレゼントしてみたっていう企画なんですけど、皆さんね、あのイラストを描いててもう誰だか分かったと思うんですが、ただね、プレゼントできるかどうかって、まあ、結構半信半疑というか、まあ、僕も本当はね、本人に渡せるかどうかなんてね、全然予想つかなかったんですけど、今日ですね、なんとこの部屋に本人来てくださっています。早速登場していただきましょう。YouTuber のヒカルさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、すごいです。めちゃくちゃ嬉しいです。マジっすか。いや、嬉しいっすよ、本当に。僕はだって、一方的にリーリーをきっかけに、はい、斉藤直樹先生知って、
そこからまあその芋づる式に観光客のイラストだったりとか知っていって、はいはいはい、で惹かれていって、今はもうリーリエを後ろに飾ってるぐらいにめちゃめちゃ嬉しいです、はい、僕あの YouTuber としてずっと見てたので、はいはい、この横に並べてるっていうこの絵面が不思議すぎて現実感ないです ね、 いやですね、僕も YouTuber のコラボとか、まあ、芸能人の方とのコラボするんですけど、専門のプロの方とのコラボってほぼないので。あ、そうなんですね、はい、めちゃくちゃ新鮮ですね今日ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、はい、イラストお渡しする前に、はい、あの僕ヒカルさんのことをクリエイターとしてめちゃめちゃ尊敬してますので、兄さんですね、はい、前から聞きたかったなっていうことを質問させていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろん大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、僕ヒカルさんのことを知ったのが、はい、夏祭りの9時だったんですよ。はい、祭り9時ですね。はい、もう僕もあれでやっぱりバンっていきましたね、本当に。もうあれがこうおすすめ動画に出てきて、はい、なんだこれと思って、マジかと思って信じられなくて、でその時多分1000万再生ぐらいいってたんですよ。はいはい、で、うわーと思って見たら、もうなんか誰もが1回は、はい、どうなんだろうって。そうなんですね。本当ほとんどの方が、あの動画は見たことあるって言ってくださいますね。うん、僕のこと知らなくてもあの動画だけ知ってるみたいな人もいるぐらいいや、だからあの人っていう風なイメージだったんですよ。はい、そうですね、そうですね、それはそうですね、本当に。それと同時にこれよくできんなって思って、はい、なんかそこからもうなんか怖いもの知らずみたいな感じの印象なんですよね。あ、まあそうです、それはまあ言われますね、うん、はい、イケイケだっていうですよね、はい、で、ちょっと逆に聞きたかったんですけど、はい、ヒカルさんにとって怖いものって あるのかなと思って。めちゃくちゃ僕多くて、飛んでったらその、はい、注射がまず僕怖いんですよ。注射、はい、あのこっちですか。そう、採血ができなくて、はいはいはい、実は、そうなんです。採血をもう中学生の頃に採血なんか健康診断であるじゃないですか、はい、あれ僕貧血起こして、はい、逃げ出してトイレでずっとうずくまって採血を受けなかったっていうエピソードがあるぐらいその頃から採血をしたことがなくてちょっと可愛いですね、はい、で点滴がギリいけるぐらいのレベルなんですよ。でもまあ、痛いのが嫌といえば、なんかもう怖いことが来ることを分かってるのにそこに行くのが嫌っていう、なんかそういう恐怖心で、だからジェットコースターとかも嫌なんですよ。お化け屋敷とか、ね、脅かされるの分かってるからお化け屋敷に行きたくないのと、はいはいはい、ジェットコースターも落ちるの分かってるから乗りたくないっていう、うん、未来が怖いことっていうところに対して踏み出せないっていう、まあ、結構ビビりなんですよ。そうなんですね、はい、あと虫も完全に NG、はいはいはい、あ、虫か、はい、そこは一緒ですね、はい、そういう怖いものあるんですけど、うん、こう人に対してまだ恐怖を抱いたこととかあんまりない方ですね。僕逆ですね、人は結構怖いんだけど、はい、なんかジェットコースターとか注射とかは全然平気だったりするから、いや、それ羨ましいですね、本当に。本当ですか。あのジェットコースター注射できついんですよね、めっちゃなんか汗かいてなんか貧血になっちゃうんですよ、僕。そうなんですよ、だからもう体がダメっていうか拒否してる。医療物のなんかオペのシーンとか見ても、はい、なんか想像しちゃうんですよ。自分の体のこの血管取ってるとかドクドクしてきて、なんかもし自分がされてたらみたいな妄想でそれで貧血になっちゃう。一番だから貧血起こしたエピソードで、僕の中でこんなことで貧血になるのかと思ったのが、高校の時の社会歴史の授業の時に、なんか過去の残虐な拷問について先生が話したシーンがあったんですよ。そこでそれを想像しすぎて貧血起こして僕保健室運ばれたことぐらい、だからそういうのはもう避けるようにしてません、できる限り。あ、そうなんですね。じゃあジェットコースター乗った動画とかはない。ないっす。ないですね。はい。逆に見てみたいですけどね。はい。まあ、本気出せばいけるんですよ、ジェットコースター。お化け屋敷が一番嫌っすね、正直。お化け屋敷がちょっときついっすね。確かに僕もきついかもしれないです。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ2個目の質問なんですが、はい、まあ、ヒカルさんのすごいなって思うのが、はい、どん底からのこう復活劇っていうか、はい、なんかそのパワーを持ってるなっていうところがすごい尊敬してるんですけど、はい、ありがとうございます。僕もですね、なんかこの前あの YouTube で30万人いたのに、ね、はい、バンされました、急に。あれは謎ですよね。帰ってこないですか、あれって。帰ってこないですよ。大体ああいうのって5番で、うん、基本帰ってくるパターンだと思うんですよ、ほとんどのパターンが。はいはいはい。それは5番じゃなかったんでしょうね。だからなんかもうダメですよっていう風に一回帰ってったきり、はい、なんかその子はそういう気配もなくて。何で引っかかったんですか、あれ。あれは多分ですけど、はい、Google ドライブに視聴者さんから の、 あの、はい、添削のイラストみたいなのを送ってもらってたんですよ、はいはい、でどうやらそれがなんかちょっとこうポルノ法違反みたいな、そっちなんです。なるほど、うん、でそれでもう YouTube だけじゃなくてアカウントごとこうバンされちゃったんで、はい、理由もわかんないですよね。本当にあんまり聞かないんですよ、その100万超えてるチャンネルがバンされるって、うん、過去にほぼないですよ、その
の話は、うん、そうだからなんかちょっと単純にヒカルさんが赤バンされたとしたら、はい、YouTube 継続するのかそれともなんか別のことするのかってちょっと気になったんですよね。 YouTube はやるとは思うんですけど、やりますか。もう今のチャンネルが消えたら今ほどの熱量にはならないかなって思ってしまいますね。チャンネル登録者というよりもその過去の動画が消えるのが嫌なんですよね。嫌でした。そうですね。だからそのチャンネル登録者は別にいいんですけど、過去の、うん、まあ、100万200万とか再生されてるその思い出が消えることが嫌なんで、登録者を取り上げられることはあんまり別に抵抗はないんですけど、うんうんうん、その動画が消されるっていうのがもう本当にそれでコレクションが消えるみたいな話に近いんで、うん、あとは視聴者さんと作ってきたこうストーリーごと消えるみたいな感じじゃないですか。そうですね。全部が消えてしまうんであれがきつかったんですよね。なんか喜びも悲しみもそこにあって、いや確かにそうなんですよね。でヒカルさんも動画をずっとこう分析されてるっていう風に著書の中で言ってたじゃないですか、はいはい、そのあの時間まで取り上げられるのがめちゃめちゃきつい。めっちゃきついっすよね、うん、YouTube の130万登録でイラストで描かれてる方って日本でいないと思うんですよね、おそらくですけど、うん、あんま聞いたことがないんで、はい、だからすごいチャンネルだったのにそれが消されてしまったんで、うん、いやもう本当に泣きたかった。損失ですよね正直日本からすると。やっぱだって憧れてこう多分そうイラストやる人ってめっちゃ多いと思うんですよ、佐藤先生に憧れるっていう、うん、そういう一つの芯になるような人だったと思うんで、だからもったいないですよね消すっていうこと自体が。なんかショック受けてたんですけど、はい、なんか今そう言ってもらってちょっとなんか半分ぐらい癒された感じがします。だからそのやっぱ若い子たちって YouTuber に憧れたりとかするんですけど、それってやっぱ YouTube でみんながそう楽しくやってる人に見えるからそう憧れるだけであって、うん、やっぱこうプロ野球もテレビで放送してるからプロ野球選手憧れるっていうのはあると思うんで、イラストレーターに憧れる道ってなかなかレアだと思ってて、うん、だからそこに対してその130万人いたってことはめちゃくちゃ若い世代を多分そういう世界に引き込んだと思うんですよね。それはすごいと思いますね、まあ、だからこれからまたちょっと130万人いけるかどうか分かんないですけど、はい、また一歩一歩こう行こうかなっていうふうに思ってますね。まだ本当10万人いってましたもんねすぐに。そうで今20万人ぐらいいるんですけど、すごいっすよねそれが、うん、だからあやっぱりなんか結構この分野に興味を持ってる人がいるんだなってことで結構希望は持ってますね。うん、でも確かに、うん、でもその絵で食っていくって、うん、やっぱすごいっすもんね。僕のファンにもいるんですよ、イラストで食べていきたいんですみたいなことがいるんですけど、うんうんうん、やっぱそんな甘い世界じゃないじゃないですか、すぐに行けそうな世界でもないと思うんで、うん、そこでやっぱこうここまで来てるっていうのがすごいっすよね。それ言ったらだってリーリーだって値段の上がり方も恐ろしいことになってますよ、あれ。まああれポケモンカードの高騰もあると思うんですけど、うん、なんか相まって掛け算でなんかもう、はいはいはい、ちょっと怖いことになってますもんね。怖いですね。僕だからもう知りたくないんであんまり調べないようにしてますけど、本当にすごいですマジで。ありがとうございます。でもやっぱガンバリーリエのデザインが僕一番好きなんですけど、あなんかあの絵からの絵ヌーがすごいんですよね。いやあれは結構その自分自身をかけて描いたっていうのはもう全身全霊で描いた感じがあったんで、やっぱ渾身だったんですよ、もうその送り出す時から。そうですね、まあ全部渾身ではあるんですけど、はい、これは来たなっていう感覚があったので、まあ、あんまり語らないようにはしてるんですけど、はい、うん、あれは本当に自信がありました。あれすごいっすね、本当にめちゃくちゃいいデザインイラストですね。本当に 色のもうバランスから完璧だと思うんですよ。もういやもうあれレベルはちょっと出そうと思っても出ないところがあるので、だからもう祭りくじの動画みたいな感じですね。あ僕もあれ狙って出せないんで、はいはいはい、あれ本当に偶然生まれた動画なんで、うん、だから僕にとっての祭りくじなのか、でも本当そんな感じですね。例えていいのか分かんないですけど、はい、そういう感じかもしれません、はい、ありがとうございます。最後になんですけど、これ質問っていうよりかはヒカルさんにちょっとお願いみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、僕あのヒカルさんの言葉の中で、はい、なりたいものになれるのは、はい、なろうとしたものだけっていう言葉がめちゃめちゃ好きで、はい、でこのチャンネル見てくれてる人たちって、はい、まあ、何かになろうとしてる人たちが多いんですよね。クリエイターになろうっていう、まあでもそうですね、絶対に、うん、アートの世界に生きていきたいってことですよね。そうなんです、そうなんです。なんでその人たちに向けてちょっとこう一言いただけると嬉しいなって思ってるんですけど、あ僕はでもなんかこう、はい、夢の叶え方ってもちろんこう無謀な夢だったらそれは叶わないと思うんですけど、うん、イメージできる夢とか目標っていうのは絶対に叶うと思ってるタイプで、うんうんうん、やっぱこういつもこう夢とか目標から逃げるのって結局自分なんで、うん、その逃げさえしなければ夢ってその遠ざかっていくものでもなかったりするんで、うんうん、近づくだけのものなんで、確かにだから絶対にその今なりたいものになれます、うん、力強い僕も本当にこう田舎からだったんですけど、うん、
まあ、結局そうです、信じてやったら本当にうまくいって、まあ、うん、僕も炎上があってすごい本当に落ちたんですよ。それこそその、うん、チャンネルが削除されるぐらいの勢いの炎上が起きて、バリューの時ですか？バリューの時すごかったです。本当にあれは登録者が60万人減ったんで、まあ本当に一つなんかチャンネルが削除されたぐらいの勢いで、うん、本当の大炎上だったんですよ。当時ネットで類を見ないぐらいの大炎上、すごかったですよね。なんかすごかったです。60万人ぐらい減っていく様を僕は見てて、はい、なんかちょっとこう青ざめましたね。いやすごいっす、本当ネットの力って良くも悪くも凄まじいんだなっていう、それが全部その当時僕にバーってきて、はいはい、ヘイトが、うん、でもまあそこからでも戻れるんだっていうことをこう見せることができたんで、やっぱその YouTuber でこう人気だったりとかして消えていく人とか、まあどの世界でもまあその3年ぐらい成功して消えていく人って多いと思うんですけど、その人が諦めたから消えてるわけであって、諦めない人はずっと生き残ると僕は思ってるんで、やっぱしつこい人が勝つというか成功するんだなと思いますね。あ、しつこいものが勝つ。はい、もうしつこさですね。なんかその周りからなんかこいつしつこいなって思われるのに、なんかその分野に対してちょっと病的に好きな人っているじゃないですか。そういう人がやっぱり成功しますよね。うん、はい、ありがとうございます。はい、肩から見たらちょっとおかしいみたいな人が確かに、はい、なんか視聴者に向けてのメッセージだったんですけど、はい、僕が一番今の言葉で勇気を得たかもしれないです。いやいやいや、本当に斉藤先生はもうその道で大成功されてる方なんで、まあ言ったら僕は YouTube でちょっとトップ YouTuber みたいな立ち位置なんですけども、うん、それのイラストレーターとかそのイラストの分野のもうさらにトップだと思うんで、まあ、それがすごいですね。一個のちょっと極めるっていうかっこよさやっぱありますよね。しつこくいきます。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、はい、早速あのイラストをプレゼントしたいんですが、はい、いやそれがだから本当に嬉しすぎてやばいですね。ちょっとずっとここにあるんですけど、ね、はい、あっ、めっちゃ大きいですね。めちゃめちゃでかいです。あ、それなんですよ。いや、すげえな。これがすごいよく描けたんですよ。これもう家宝、家宝ですよ本当に初めてヒカルさんにお願いします、はい、ありがとうございます。すげえなこれ。うわ、本当です。やばいっすね。これはすごいぞ、これマジで。これやばいっすね。これ結構あの紙じゃなくて、はい、あのアルミの合板にプリントしててですね、結構硬いんですね、これ自体は。すごいっすよこれ。これ多分もう僕のファンとかだったらみんな買いますよ多分。結構すごい金額でも売れますよ多分。本当に。しかもちゃんとここに書いてるんですよね。そうです。なりたいものなろうと思う人だけだよっていう。はい、この言葉のイメージと、はい、あとヒカルさんのもう前の壁をこう打ち砕くような、はい、そういうパワーを絵にさせていただきました。すごいです。ありがとうございます。これはもう一番センターに飾りたいこれは正直これね結構なんかこだわってて、ここにちょっと凹凸もあったりするんですよね。なのでちょっとこう角度つけるとやばいっすね。こいつだけこうキラキラしてたりとか、なんかそのサインもらうだけでもすごいことなわけやんか、うん、色紙でそれと超えるよ、このレベルになると思う作品ですからね、これ本当にこれのってどれぐらい時間かかるんですか、これ書くのに。これはでもなんか結構スッと書けちゃって、でもそれでも16時間ぐらいはかかってると思います。1日でこれいけるんですか、これの。まあ、なんか2日ぐらいに分けて書いてますけど、すごいっすね。やばいなこれ。もう書こうってしたら結構僕最初なんかスタートダッシュが結構あるんですよ、はいはい、でスタートダッシュでバーって書いて、うわめちゃめちゃうまくできたって言って、はい、もうそのまま行っちゃいました。いやありがとうございます。これは本当にもう ずっと飾っておきます。あ、ありがとうございます。 YouTube のドセンターに飾りたいですねもう、はい、はい、ちょっと持って帰るのがあの大変かもしれない。いやありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです本当に。マジですげえなこれいやなんか喜んでいただいて嬉しいです。これ喜ばない人いないっすよみんな喉から手が出るレベルで書いてほしいっていうか、はい、すごいっすよこれ。ありがとうございます。ありがとうございます本当に、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。ということでですね、今回はヒカルさんを美少女化して、本人に手渡したらどうなるのかっていう企画だったんですけど、はい、喜んでいただけたということで。いやめちゃくちゃ嬉しいです、はい、ここ最近で一番嬉しいはい、ありがとうございます。これはやばいですね。ヒカルさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。